よいしょ、いきます。安心中浴槽、どうも、あちです。よろしくお願いいたします。ということで本日なんですけれども、ちょっと最近三宅島というですね、東京の離島に行ってきてですね、まあ、非常に楽しく旅行してきたわけなんですけれども、今日はですね、そんな宮古島で買ってきたお土産、これをですね紹介したいと思います。うるさい、あー、うるさい。はい、ということで、あの三宅島ってですね、あの初めて、まあ、行ったんですけど、東京からだいたい6時間ぐらい船に乗ってね、行くんですよ。めちゃめちゃね、こうロケーションもめっちゃ良くて、食べ物もね美味しくって、まあ、見どころっていうか、島自体はめっちゃ 一周するのに車で1時間ぐらいしかかかんないんですよ。1時間もかかんない、もうかかんないね、うん、丸々車で1周するのに1時間ぐらいで、観光スポットが何個かあって、もう本当にね、のんびりゆったりするのに、まあ、最適な島、まあ、釣りとかダイビング、まあね、僕が言ったようにイルカと泳いだりとか、まだ多分動画出てないと思うんですけど、今ちょっと絶賛編集中というか、結構力入れて編集しますので、お楽しみにという感じなんですけれども、お土産がね、案外ね、ないかったんですよ。ないかった。うん。そもそもお土産センターみたいなところが、多分あるのかな。ちょっとツアーっていうか、いつも行ってるダイビングショップの、インストラクターの方が、まあ、引率で、ツアー客4人プラスインストラクターさんみたいな感じで、僕とそのインストラクターの人はもちろん、知ってるんですけど、もう他全員、初めましてなんですよ。なかなかさ、大人、いやでも大人ってそういう旅が多いのかな。僕結構大学生の頃とか、そういう、ほとんど初めましての人と班組んで旅行するみたいな。イベントがですね、まあ、結構あって毎年よく行ってたんですよ。だから結構ね、慣れてる旅ではあったんで、非常にですね楽しめたんですけど、なかなかなんか人見知りだったりさする人って難しいよね。でもなんか大人になると、こうなかなか自分のさ都合のつく時間にこう仲いい人と一緒に旅行行ったりって1年に1回あるかないかじゃん。だからね、旅行好きな自分としては割とね、行けるっていうのはね、知らない人とでも旅行行けるっていうのは非常に良かったですね。またなんかちょっと機会があったら他のところもね、行こうかなみたいな話をしてたので、ちょっとまた他の離島とかね、いろいろ行ってみたいなと思っております。ということで、三宅島の、ちょっとお土産をですね、ちょっと買ってきました。で、買った場所がね、本当に地元のスーパー。スーパーに売ってたやつ。スーパーで買うのが当たり前っぽい感じ。だからそんなにね、なかったんだよね。ということで買ってきたのが2つあります。はい、一つがですね、これね、ちょっと気になったのが、こちらじゃん。アシタバカレー、三宅島の。三宅島で育ったたっぷりのアシタバと数種のスパイスを使用して、コクの中にもアシタバが香るスパイシーなカレーに仕上げましたということで、これ、アシタバっていうのが、皆さん知ってますでしょうか。これがね、結構名産なんですよね。名産っていうか、育ててんのかな。アシタバがね、晩ご飯とか夜ご飯、晩ご飯とか朝ご飯とか、おひたしとかで、ね、出てきてたんですよ。で、めっちゃ美味しくって、これのね、カレーを買ってみました。もう味は全く想像つかないけど、美味しそうだよね。今日積んでも明日には新しい芽を出すから明日はっていうらしい。すごいね。無限じゃん。で、もう一つが、これもですね、僕初めて食べるんですよ。じゃん。草屋。わかる？これ草屋。もう日本、もう伝統、なんか昔からね、あるやつだと思うんですけど、これは、三宅島ではないっぽいな。でも、伊豆諸島だから、伊豆諸島新島名産。だから、まあ、離島の、まあ、あたりだね。まあ、多分、地図とかね、調べたら出てくるんで出しとくと思うんですけど、まあ、三宅島がここら辺にあったとしたら、まあ、ここら辺に新島がある。で、ここら辺にね、三倉島っていうのが、ここに、三宅、ここに三倉島っていうのがあって、大島、上津島、新島、利島、大島っていうね、感じで。いっぱいこう離島が並んでるんですね。うちの視聴者さん大島出身の人がいたりしてね、いろんなところ住んでるなと思ってね、思ったんですけど、僕がイルカと泳いだのは三倉島っていうところでイルカと泳ぎました。はい、そんな感じでね、いろんな離島があるんで皆さん行ってみてください。ぜひこちらですね、草屋っていうやつですね。もう本当に草屋って言ったらもう臭い名前の通り匂いが強烈らしいんですよ。で、食べたことなくってね、発酵食品なんだよね。室味、アジを使って、アジと草屋汁っていうのに、アジを漬け込んで発酵させたら草屋になるらしい。このまま食えるらしいんで、ちょっとこれも食べてみたいね。すごい匂いらしい雪が大丈夫かな？
はい、ということで、じゃ早速、明日葉カレーと草屋食べてみよっか。どんな匂いするんだろう、マジで。ちょっと想像つかんわ。ちょっとご飯炊いてないんで、とりあえずご飯炊いてきます。行ってきます。さあ、では、明日葉カレーできたので、ご飯も炊けたので、ちょっとかけてね、いただいてみたいと思います。よいしょ。どんな感じなんだろうなぁ。あ、ちょっとグリーンカレーみたいな感じになってるかも。いきまーす。おー！おー、すごい！グリーンカレーだ！まあ、そりゃそうだわな。あんな、緑してるもの入れたら。ちょっと草屋もちょっと開けてみます。うわぁ、すごい密閉されてる。大丈夫かなこれ。匂いめっちゃ気になるんだけど、これ。草屋。やばいかな今開けたら。いくよ。開けるよ。草屋、いきます。せーの、パチェ。うわあ、くっさ。ちょっと待って。え、本当に？え、肥料みたいな匂いするんだけど。これ部屋で開けちゃダメなやつなんじゃないのこれ。ちょっと匂いがさ、侵食してくるから、ちょっと待って、一瞬ジップロック入れるわ。やばい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 、ちょっと大丈夫か猫これ。大丈夫？お前ら大丈夫な匂い？めっちゃクンクンしてるんだけど。ねえ、臭いな匂い。めっちゃクンクンしてる。大丈夫？ちょっと明日はカレーからいただきましょうかね。ちょっと待って。やばすぎ臭いや。ちょっと思ってた匂いじゃなかったわ。伝統香るってなんかすげえいいように言ってるな、これ。でも味わかんないからな。食べてみようね。じゃあまず明日はカレーいただきまーす。いただきます。おお、あ、美味しい。これ美味しいな。あ、うまい。明日葉感、明日葉感。やばい、明日葉感わかんねえ。てか、草屋くせえな。ねえ、草屋の匂いがちょっと。ちょっと待って。やばい。これ、家の中で食うもんじゃねえかもしれん。草屋。でも俺、カレーさ、結構辛口だわ、これ。カレー結構辛口じゃないと満足しないんだけど、辛いかも、これ、ちゃんと。今思ったけど、全然、マイルドなんだけど、口当たり。すっごいマイルドなんだけど、辛みがしっかりある。美味しいわ。いろんなレトルトカレー食べたけど、一番うまいかもしれん。なんかこれめっちゃうまいわ。辛さと、なんか、バランスがめっちゃいい。おすすめです。ネットでも買えると思います。食べるか、これ。草屋。人間不思議なもんでさ、うまかったら何でもいいみたいなところあるじゃん、人間って。うおー、やばい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 、ちょっと。やばい。ちょっとベビちゃん来ない方がいいんじゃない？一かけいただきましょうか。封印。マジで密閉しとかないと。うおー、やばい。ちょっと、なんでお前平気そうなの？やっぱ人間と猫の臭いの基準で違うな、絶対。じゃあちょっといただきます。大丈夫かな、腐った味。おお、うめえ。え、うまっ。なんで、え、なんで。でも臭い、くっさい。うわ、くせ。鼻つまんで食べればいいじゃないのこれ。これそういうもの？え、うまいよ。めっちゃ。なんかさ、鼻つまんで食べるとさ、味わからんって言うけどめっちゃわかるよ、これ。逆にあのさ、あの農場の匂いが消えるからよくわかるんだ。なんか味の旨味がすごい凝縮されてる感じがする。初めて食べたけど草屋。めっちゃうまい。味は全然濃くもないし、なんか干物？なんだけど、すっごい旨味がね、凝縮されてる。どういうことなんだろう。多分、草屋汁にね、秘密が隠されてるんじゃないかなって思うんですけど、原材料が、青物味と草屋汁だけなんですよね。あんまり食塩もね、入ってないんだよ。でも、こんだけね、旨味が出るってことはね、まあ、すごいですよ、これは。草屋汁に何かしらのね、秘密があると思いますね。豆腐で言うガリみたいな、なんか、ガリ？ガリ？豆腐でいう苦屋みたいな、多分ああいう感じなんでしょうね。でもね、食べてる時はね、あんまり匂い気に立んないんだよ。何が気になるって、やっぱここら辺を漂う袋から開けた臭いの匂いがね、マジで臭い。
うっせ、これ絶対おいしい、もういや美味しいんだけどさ、めっちゃめっちゃ美味しいけど、これ人にあげたりはできんわ。農場だもん。あの牛さんの小屋の匂いがする、口の中から。日本の三大臭い食べ物がありまして、3位は納豆。信用できます？なんか匂いのなんか数値があって3位なんだって、日本の食べ物だったら。2位が船寿司。そんなになんか臭いイメージないけど、1位は草屋、圧倒的1位らしいです。日本で一番臭いのは草屋らしい。草屋駅とは、サメなどの頭の、サメなどの魚の頭や内臓、血液などを海水につけて発酵させたものです。なんで？サメなどの魚の頭、内臓、血液を海水につけて発酵させたものです。なんで？え、なんで？なんで？昔は冷凍技術がなかったから、保管するのには何かしら手を加えて発酵させたりとか、天日干ししたりでやんなきゃいけないから、そこでなんとかプラス美味しくて長期保存ができる方法なんだー、うおー草焼きってなっただろうならしいです。ただ美味しかったです、はい、これだけは言える。匂いはやばかったけど美味しかったです、はい、だからみんな食べてんだろうね。ということで、今回は、三宅島に行った手土産をですね、手土産っていうか、まあ、自分で食べる用のお土産をちょっと興味あったやつ買ってきました。いやー、草屋はすごかったなー。これまあ三宅島のやつじゃないんだけど、まあ、なんか伊豆諸島、さっき言った島の中では結構ポピュラーな食べ物らしいので、あの発祥か、うん、そこ発祥の料理らしいので、皆さんもよかったら、まあ、外で食うのが一番いいと思うけどね。家の中で食べたらとんでもないことになるし、なんか隣人トラブルがあったみたいなニュースも聞いたことあるので、草屋食べて、はい、ちょっとお気をつけてください。いや本当にすごい、本当にすごいっす、マジで。いやでも面白かったな、はい、ということで本日の動画でした。皆さんご視聴ありがとうございましたバイバーイ。いい体験できたな。